経卵紙にプリントされた写真の霊経卵紙は写真のプリント技法の一つ。名前は材料に卵の卵白を用いることに由来する。1850年、フランスのルイ・デジ・レブランカール・エブラールが発明した。それまでの因果紙に比べてコントラストを強く表現することが可能になったため、19世紀後半には盛んに利用されたが、プリントするごとに、 因果紙を作成しなければならない手間がかかることもあり、保存性の効く入材を利用した因果紙が登場すると衰退した。しかしながら、セピア色の独特の発色や個人レベルで行える写真技術という点から制作が試みられることがある。特に欧米の写真家を中心に古典的な写真技法を用いる写真表現、オルタナティブプロセスの一つとして制作されている。 明治期の日本でアドルフォ・ファルサーリといった写真家によって作られた横浜写真が知られる。これらの写真は職人によって彩色が施されており、当時の日本を訪れる外国人の間で土産物として流行した。異国情緒を強調する演出が加えられた写真が多いものの、当時の風俗を現代に伝える貴重な資料となっている。例としては、 以下のようなものが挙げられる。アルビューメンプリントピクトリコ因果子の作成。ありがとうございます。